ハルさんもそうです。お土産ありがとう本当に。うちのディレクターからもらいました。ちょっと新潟のお土産。そうなんです。ちょっと番組開始直前できちんと挨拶できなかったんですけれども、はいお土産ありがとうございました。いただいておりますよメッセージ。おそうですか。はい。タダのプリプリ感もそうですが、ネギと岩のりとのコラボレーションが素晴らしかったです。そう。はたからやすこさんと新旧ディレクターさんの働きぶりを拝見しましたが。うん。 一生懸命にやられていて、真剣さを感じました。頂戴しており,ます,ります。ありがとうございます。あのー、いただきましたお土産。はい。新潟メーカー。ありがとうございます。<laughs> 新潟限定なんですよ。ラブレッシ。わあの。サラダホープ。<laughs> お茶好きだからさ。はい。僕ね。ええ、冬はよ。冬は本当によ。<laughs> お茶がね。<laughs> <laughs> え、<laughs> やっぱあったかいものをね、体に入れないと。そうです。中から、なんか私つい最近なんですけど、はい、何を思ったか、ざるそばを食べたら。本当に寒かったんですよ。あダメだよ。そうですよね。あの、中国の方も、よくおっしゃってますから。はい 体は冷やしちゃダメなんです、うん、だから食べるものでこれだけ冷えちゃうんだなって思ったんです、はい、その時に。思っってよかったよ,、ね、よかったねそれが今お年は聞きませんけど <laughs> そ今それが分かったっていうだけでも <laughs>、はい、こっからの人生の流れが変わってきますから。はい だと思います。あと逆にこの年齢になったから気づけたのかなっても思うんですよね。若い頃は気づかずに食べてたのかもしれないですけれども。お相撲見てます？見てました？見てなかったです。相撲人生、人生相撲。あの逆にしただけでも違うんですよこれ。相撲人生、人生相撲。相撲人生は相撲お相撲さんじゃなかったら遅れないし、人生相撲は。 あの自分たちでもできるんだもん。そうですよね。序盤、はい、中盤、終盤、<laughs> はい。ちょうど五ずつ分けれるんですよ。十五日間だからお。お、そうですね。ね<え>区切りとしてはそうなりますね。でしょ。はいはいはい。だと人生相撲って考えた時にですよ。はい、あんたザルそばここで気づいてよかったよねって思わない？<laughs> 思います。難勝難敗だから頼ないけどさ今。<laughs> 負け越してるんでしょあ負け越してんの今分かんない中盤ぐらいだとは思うんですけどだったらまだ7日ぐらい残ってるから大丈夫じゃんか、ね、<laughs> トントンぐらいでしょこれ4勝3敗ぐらいでいけば <laughs> <laughs> せめてね、星一つだけでも勝っててほしい <laughs>。そうだよね。<laughs> はい、いいんだよなら。あのー、最後の終盤まで来て。七、はい、勝七敗でいいじゃんか。とりあえず。あまあ、そうですね。ねうん、それで万々歳だと思。で、千秋楽で、一つ勝って、はいはい、さようならすればいいんだから、人生に。ああ、そうですね。ちょっとそこ理想ですよね。そうだよね。これですよ、皆さん。<laughs> <laughs> 僕もそうです温めないとだめだなっていう風にもうここに来て気づいたもんそうですよねだから石油がとか電気代がとか確かに分かりますけどそれで命取られてしまったら本当そうでまだまだ中盤中日で7日目過ぎたあたりで途中休場になってそのままさよならになる人生相撲は嫌だろだったらやっぱり温めないと。 あの日本最近本当よくテレビで取り上げられてますけど、ええ、あの日本の家屋って室内の温度って、あの世界的に見ても低いそうなんです、ね。玉川さんも言ってたもんそれ。あ言ってました？だ、えー、から、ね、あの実家の宮城の家に帰りたくねえんだって。<laughs> 気持ちわかる。<laughs> 寒くて寒くてさって。本当に。ね、俺<れ>断熱材入れてやるって言ったけど、うちの親父効かないんだそんなのいらねえつって,って<ー>言ってたもん。やっぱりちょっとね頑固なお年頃なのかもしれないですよね。そう。ずっとほら寒さで慣れてきてるっていう。 あるから今まで我慢できてきたからみたいなのがあるのかもしれないです、ねえー、我慢する人生はやめたほうがいい。はい。本当。年取ったらやっぱり年取っただけ、はい、ぬくいところで暮らさやっぱりその室温が、はい、そのやっぱり1 8度以上ないと体に負担が大きいので、えー、それは WHO の発表なんですけど。 で日本で調べると、はい、その18度以上ってなってるとこって北海道と新潟とあともう一つぐらいいしかないんですよ北海道は、はい、あの明治の頃から人がいっぱい住んでもらわないと、うんはい、ロシアのものになっちゃう危険性があったので、はい、北海道に関しては今でもす、はい、すごくあの融通がいいんです<ー>これみんな知らないと思いますけどそういうふうに国策としてありますから、うんすね、日本は。 なんかねよく北海道にいた人に話聞くと室内で半袖で過ごすとかってあったかいよねだからちょっとそれが理想かなと思うんですよね風邪をひく原因っていうのはそれだから体を冷やすことだから冷たいものって体の中から冷たいそうそう家の中は熱くしてて家の中では T シャツでいいんですよ外に出た時は厚着をして寒いところでは体を冷やさないようにするその気持ちん 気温の寒暖差が風の原因ですから、うん、これはしっかりと僕はあのお医者様の大先輩に聞いておりますから <laughs> 本当のことでございますよそうですよね、えー、俺の言ってることは嘘つきだってこの前大王にも言われちゃって <laughs> <laughs> そんなこともドンキーさん断定するからなでも大概嘘ですよねってだからあの自分のことじゃなくて人に聞いたっていうふうにオチをつけてるんですって最後に大王に言ってきました そこは必要ですねにゃんこ先生ですありがとうございますカンダラの中継美味しそうでしたよねああ、美味しかったですよ食べたいこの時期最高 <laughs> 海苔をたっぷりかけて食べたいあと30分くらいでご飯が炊けそうですこの人もそうなんだ、ね、アイリス大山の3号炊き使ってます ドキさんうちもそう昨年の11月にやっと購入できました何でしたっけ銘柄炊きでしたっけ銘柄炊きいいいんだよこれ6000円くらいだったよえそうなんですか高くないもんですよねだって炊飯器ってすっごい高いのとかあってびっくりしますよねあれ炊飯器は何が高いかっていうと厚釜なんですよ釜が高いから えじゃあの十万越えの炒飯器とかは鎌がいいんです,釜んですか釜は<ー>釜がすべてこれは本当だよ <laughs> だってそれは知らなかった釜屋さんが言ってたんだもんだって<や>釜なんだってだから何々釜とかってみんなわざわざこうネーミングいうか,、えー、か熱くて重いほどいいんだってよ美味しくなるんだって 知らなかったです、えー、だから金かけなくてもいいところに金かけるから大変なことになるわけで一番かけなきゃなんないところにかけりゃいいっていうことなのよ、うん、世の中は、うん。そういうことですよね。あのー 雪雪でででしょ雪ですす真っ白、はい、去年も言ったんだけどさ、はい、でも挨拶できたりなんかするじゃんか知らない人同士この前もそうだったけどす、はい、れ違う時なんかも。僕長靴履いてるからわざと深いところに避けてあげたりなんかすると、はいはい、お礼言ってもらえたりしてさあったかい気分になれたりするしす、ねはい、雪履きしてくれてる方とかご近所で。うんうん あのご苦労様ですって言っただけで、はい、やっぱり知らない人同士が心通ったりするんだよねしますね。 あの早朝からさ、はい、やっぱり山形市内でも、うん、ほら通学とか通勤の方のために子どもたちとか大人<ー>の,の人もそうですけどす、ね、歩道とかねそうそう、うん、道をねちゃんと確保してくれてるそうなんですよ、ね、雪かきしてくれてる人とかもいるからね本当、はい、ご苦労様っていうふうに僕言うもん。そこ大切なんだよやっぱり誰かのためってさっきほらあなたも言ってたけど、はい、あの 外で放送するとさ、うん、そうやって声かけてくれるって、はい、だと気持ちがあったかくなるっていうふうにあんた言ってたけど、はい、やっぱり誰かの幸せとか、うん、誰かの笑顔のために己を捨てて邁進するっていう生き方にいま一度立ち返ってみるべきなんじゃないのかなって思うけどねでもそう思います。や、うんはい、やっっぱぱりり声かけられた方もも嬉嬉ししいいですもんねうん嬉しいよやっぱり なんかねあったかい気持ちになりますね良、えー、かったってジャクチョーさんが一番好きな天台宗の教えは猛虎、はい、リタだって言ってんもん猛虎リタ、うん、己を捨てて、はい、誰かのために尽くしなさいっていう、えー、簡単に言えば神棚、はい、汁俺食べなくていいからあんた食べて俺買ってきたけどっていうことだよねあまあ、そういうことですよ、えー、<laughs> 俺はいいよ あんた食べててよっいうことなんだよはい本当に鶏団子鍋食べたいけど僕は今日一杯だけでいいから「あんた食べなさいよいっぱい」っつってよそってあげるみたいなのが言ってみりゃもうのですよおいしいものもみんなで分け合って楽しくねだきたいですね。僕これ一番体現してるのは坂本龍馬だと思うね。 たですだって明治政府の役人を用意しますよって西郷さんから言われた時に「はい、俺そんなの成りたかね?」って言って「はい、やめたんだもんそんなの俺ならないっって」っううたよねそうだよ、うん、このままでは日本は外国のものになっちまうから、はい、それは絶対ダメだっていうんで、うん、絶対無理だと言われてた薩長同盟をやったでしょ。幕府と薩摩連合が 本当に完膚なきまでに長州のことを叩いてはまぐりごもんでまたやるっていう時にこれじゃあやばいだろうっていうんで、はい、西郷さんにだって言ったんだもんな、はい、このんじゃ長州がかわいそうだろうってそしたら西郷が動いたんだよその言葉一つでうん、うん、そしたら殺長同盟がなってすごいですよねそう考えるとそれやらないっつったんだよそんなの、うん、いらないってお金なんか。 ね、やっぱりなかなかできることではないのですよ、ね、なのに大久保とか山形とか、はいはい、ああいう時代のメインストリームを生きた人たちって、はい、後世大河ドラマにはなってないですからねまあそこ,そこですよね不人気だもん、うん、だってでもやっぱりそういう龍馬的な人って歴史を見てみるとなんか随所随所に現れてたりするので、うん、やっぱそういうとこから学ぶことって多いなって思いますよね,そうだよね時代やっぱりそ,そこで大きく時代が変わったりするので。うん うん、六花亭の紙包み作あの描いた人も龍馬のあれなんだってね昨日番組でやってたよ<う>坂本直行さんって直行さんって画家農民画家ああれですか子孫というか、うん、子孫なんだって6つの花、えー、<ひ>なんか最近どこかねか東京の方でなんか展覧会とか展示会やられてるんですけど、ね、日曜美術館でもこの前やってたもんあだからですね、うんうん、だからちょっと見たいなとは思ってました、うん あとほら体冷やさないほどね、はい、皆さんにも言ってるんですよこれざるそ,、ねうん、そば消してあったかいところで食べてくださいよ <laughs> そうですもし食べたいっていう人うほんと体の中から冷えていくのでわ <laughs> <laughs> かるよわかりますかその気分 <laughs>、はい、ねで絶対ダメだから <laughs>、はい、あと長生,き長生きしたければごまと昆布と豆を食べましょう皆さんああ そうですね。あと貯金です。うん、<laughs> あったかくしてだよ。はい、それではまた来週お会いしましょう。せまの